topic of discussion today is around variable costs. 本日のテーマは金融機関にとって重い負担となっている変動コストについてです。これらのコストは取引経費に関連するため変動費的な性格を持っており、それぞれの企業が行う取引活動に基づくものです。その背景には基本的にスケールが大きいということがあります。一般的に変動手数料は仲介手数料、生産手数料、取引上手数料と呼ばれ、金融サービス企業にとって2番目に大きな営業経費となっています。これら経費は複雑で大きく、多くの手数料契約や断片化された会計管理プロセスも加わって、非常に人手がかかるマニュアルでの処理を伴います。そのため組織が自らの支出に応じた効果的なコストマネジメント戦略を立案しようにもできることが限られてしまいます。スケールが大きいと言いましたが、コストも高額になっています。通常銀行は年間10億ドルを超えています。いわゆるティア1と呼ばれる銀行は10億ドル以上であり、ティア2、ティア3を見ると毎年1億ドルから4億ドルを支出しています。私どもは顧客が収益性を維持するためには企業として革新的なソリューションを導入し、事業運営を合理化して支出を最適化する必要があるとの見方をしています。そのために必要となるのがテクノロジー要件です。それは固定費と変動費の削減、透明性の向上、業務効率の向上を可能にするためです。これらの支出ベースはあらゆるアセットクラスや手数料カテゴリーに及ぶため、数億ドル規模の支出を処理するには高度な拡張性、スケーラビリティと柔軟性を持つテクノロジーを必要とします。その背景にはどんな狙いがあるかといえば、最終的には企業が取引コストに対する理解を深めることが必要だと考えます。業務効率を高め、会計管理を自動化し、レポーティングプロセスを高度化するためのケーパビリティを開拓することです。スマートストリームはエンドツーエンドのソリューションを提供します。いわゆるマーケットフェイシングフィー、市場と対峙するための手数料を戦略的にマネージし、大量の取引や情報に対してその経費を正確に把握し、正しいコストセンターや部門や部署にそれらの手数料経費を配分することができます。弊社のソリューションが主に注力するのは手数料やコミッション経費、ビジネス執行による収入に関する透明性を提供することです。それには金融商品に関する相当な専門知見、スキルやナレッジが求められます。マーケットの構造やどういった取引の仕組みでそうしたコストが生まれるのかを本当に理解していなければなりません。では次に、なぜ BC&E を重視するのかというトピックに移ります。ご覧のように銀行は仲介、生産、取引所、決済、保管、接続、規制など各種の手数料に年間数億ドルを費やしています。ティア1、ティア2の銀行全体で人件費以外の経費カテゴリーで2番目か3番目に大きな支出であるとさえ言えるでしょう。弊社はいくつかの企業の財務諸表を見ながら分析を行ったところ、それらは皆グローバルな金融サービス企業でしたが、いずれも支出額は4億から10億ドルにも上っていました。あるティア1の銀行で20億ドルを超えていたケースも見られました。これらの企業のグローバルな活動に基づく全体の支出内訳を見ると、一番大きな割合を占めるのが仲介手数料で、次いで取引所手数料が 24% でした。
さらに生産、決済、規制、税金と続いています。これが彼らの支出ベースの大部分を占めているのです。ですから、ここをより深く分析して対処することがライフサイクルにおいてとても大事なのです。今日、銀行や金融機関が直面している主な課題はこの領域にあるのだという点を理解することが重要です。主な課題の一つに透明性の欠如が挙げられます。請求書に矛盾があるものと思われます。対ベンダー支出額に明確さが欠けています。リージョンや国によって違う現地法人のグループ企業やベンダーが占めているトータルのウォレットシェアに明確さが欠けています。しかし、グループレベルで見ても、トータルのウォレットシェアがどうなっているのか、きちんと把握できないのです。このような透明性の欠如は、そうしたコストの一部を顧客にパススルーすることができないという事態をもたらしています。私たちはコスト分析を詳細なレベルで実施することが状況の改善につながると考えています。独立した計算額や発生額を求めたり、月末にどのような支出になりそうかの実績値を作れるようにすることがとても大事です。課金や請求の作業を自動化し、周辺の管理プロセスも自動化することで、収入漏れを防ぐことができます。どこで収入が漏れているかでいつもバトルになっています。コントロールできないほどコストが膨らんでしまっていたら、そのような是正措置を使ってコントロールを導入し、透明性を高めることができます。透明性が高まれば、そのコストを最適化できるチャンスも生まれます。また、多くの企業でアカウンタビリティ、説明責任が欠如している状況も見受けられます。アカウンタビリティの欠如という意味は、収入に占めるコストの割合、コストインカムレーシオが十分に把握できていないのです。会計コントロール上のギャップがあったり、各経費カテゴリー中にリスクプロフィールを多めに見込んだりすると、営業効率が失われてしまいます。この場合も、手作業プロセスや自動化プロセスを見直し、ベンダーごとのコスト分析を行い、インフラコストを分析するなどの対策を講じます。全体的な総所有コストを見て、効率化を推進します。もう一つの主な課題は、MIS、マネージメントインフォメーションシステムに関連して各企業が作成するレポートのレベルです。頻繁に発生し、パッチワークで社内で育ててきたものです。あるいは各種のベンダーアプリを使ってレポートを作っています。データが企業内にぶつ切り状態で散在しているため、コスト分析を推進することが阻まれています。また商品、プロダクトが年々複雑に進化し続けており、その結果、そのあたりのレポートが欠落してしまいます。すべての契約書や請求書をデジタル化すれば、データレポジトリや過去の取引経緯を一元管理でき、費用ベースをさまざまな角度から見える化することにつながります。支出の元となっているコア要因を把握でき、ボリューム分析を行うことで実行レートを引き下げ、効率化を図れます。規制コストの大幅な増加も見受けられます。証拠金規制の強化、クリアリングの義務化もあります。資本と統制に対する要件も引き続き高まってきています。そのため、タイムリーな支払いや残高を減らしておくことが、そうした規制課題や資本要件に対処する上で役立ちます。プロビジョンナンバーを最小限化することも必要です。ノストロブレイクをマネージし、30日以内のブレイクを最小限に抑えることで、資本要件が増えるのを抑えられます。続いて、
CFO、COO、ビジネスマネージャー、デスクヘッドといった人たちにとっては、コストベースが自らのビジネスに適した価格となっていて、自らのビジネスラインの収益性を顧客ごとに測定できることが大事です。そうすれば、予算と実績の違いや実績、パフォーマンスを説明でき、投資に対するリターン、ROI を評価できるようになるでしょう。一連のプロセスの中で、それがキーになるはずです。さて、この背景には何があるのか、この分野でスマートストリームはどんな存在なのか、スマートストリームは2012年にこの事業に参入し、2014年にクレイディスイスから経費管理プラットフォームであるエクスカリバーとそのオペレーション部隊を買収しました。現在、フェムズはスマートストリームの主力製品であり、同プラットフォームをクラウドとオンプレミスの両方で提供しています。ここ数年、より多くのお客様がクラウド志向を高め、これらのアプリケーションをクラウド上で展開するチャンスを検討されています。その理由は、クラウドにすることで銀行内でのフットプリントをごく限られたものとすることができ、IT インフラやサポートにかかるコストも抑えられるためだと思われます。繰り返しますが、弊社のプラットフォームはモジュール型の設計になっているため、本当に必要な機能を必要な時に、必要な時だけ、必要な分だけサブスク利用することが可能です。スマートストリームは、この分野において、IT サポートやビジネスプロセスアザーサービス、BPaaS 一式をサービスとしてオファーし提供しています。当社の経営陣やテクノロジーとオペレーションのコアチームは平均10年以上の経験実績を持っています。弊社はグローバルチームであり、インド、シンガポール、ニューヨーク、フロリダ州、ジャクソンビルと国をまたいで活動しています。おかげで、いわゆるフォローザサンモデルにより、広範なカバレッジを提供でき、グローバルにお客様をサポートできています。クライアントにはクレイディスイス、ドイツ銀行、ソシエテジェネラル、BNPP、ジェフリーズなどの銀行をはじめ多くのお客様にご利用いただいています。では弊社のソリューションについてお話ししましょう。私たちのソリューションには戦略的なオファーがあります。最終的にお客様の透明性と効率を高めるのが狙いです。統合型のビジネスサポートで、ステークホルダーの方々に彼らが求めるキーとなる洞察や測定を提供し、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるようにします。それはすべて自動化の比率を高めることで可能になります。弊社のプラットフォームやサービスを活用すれば、お客様は各種のサービスにおいて、アクティビティを全体的な観点で価格付けする、シェアをマネージする、エンドツーエンドで課金プロセスをマネージする、テーブルプロセス一式をマネージする、経費漏れを回避する、収入漏れを回避する、取引手数料、税金、規制手数料をレポーティングする等が可能になります。一つのプラットフォームで多くの手数料カテゴリーを管理できるため、プロセス全般の統制を強化できます。発生、ビジネスへの配分、支払いプロセス全体に関するコントロールを改善します。ご覧のように、詳細な取引レベルのメトリックを提供することができ、経費と収入の効率的な管理が可能となります。企業は自らの社内、社外取引コストを厳密にモニターすることが求められるため、ROI を推進することで行動に影響を及ぼすことができるのです。私たちがオファーするのは、取引手数料がどう発生するのかをよりよく理解し、それを測定し、最適化することであり、
効率化を促進して大幅なコスト削減を実現できる機会なのです。これはすべてこのプログラムやプロセスに弊社が組み込んだ多彩な価値から生まれるものです。私どもの課金ソリューションはコミッションやコミッションから発生する収入を単にマネージするだけにとどまりません。お客様にコストプラス課金を提供することも可能です。コストプラスにもいろいろなやり方がありますが、コストプラスマークアップをはじめさまざまなモデルに対応できます。このように全体の経費を詳細なレベルで把握し、それを収入にムーブバックしたり顧客にパスバックするということが含まれます。繰り返しになりますが、取引におけるコスト、コストトゥートレードというメトリックは、銀行がどの商品、どの顧客から真のリターンを得られているのか、タフで高度な判断を下すためには絶対に必要なものなのです。ソリューションの話を続けます。私どもがオファーするのはクラス最高のソリューションであり、プラットフォームと主なビジネスプロセスをテクノロジーサービスとビジネスプロセスアウトソーシング BPO に基づいて提供いたします。それぞれのソリューションはお客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。私どもが推進すべく努めていくのは効率性です。弊社のソリューションは業務プロセスを通じて、またファイナンスとの統合を通じてフロントからバックに至るまで効率化を推進します。シームレスかつ統制の取れたプラットフォームであり、あらゆる経費や委託収入のエンドトゥエンドの流れを総合的にサポートできます。弊社は業界大手の市場系金融機関をすでにサポートしてきました。お客様全体で年間20億ドル以上の手数料、コミッションを処理しています。私どものソリューションは、先に述べたような最大手の銀行で活用されています。もちろん、データの取得から計算、手数料表のデジタル化、請求書のデジタル化、請求書の独立検証、例外の保出、エスカレーション、紛争のマネージに至るまで、エンドツーエンドのプロセスを弊社のソリューションは網羅しています。ライフサイクル全般にわたってフレームワークとサービスを一式フローに提供いたします。右下の収入コミッション管理サービスについてですが、コミッションの計算からコミッションに関するすべての手数料表のデジタル化に至るまで、プロセス全体を通じて売掛金をマネージします。請求書の作成、請求書のデリバリーと発行、売掛金回収の追跡、バランスシートの管理、プロビジョンナンバー対コレクションをどうマネージし、その比率を下げるかなど、支払いを受け取ったら、お金を正しいライン項目に適用して処理することができます。以上が弊社がお客様にオファーするサービス内容となります。こちらのページでもご覧いただけるように、弊社は取引のライフサイクル全体を網羅し、データの取得から計算、配分に至るまで全プロセスに対応し、これらの手数料を管理するためのコントロールされた環境を整えており、ライフサイクルのための自動化プロセスを構築しています。ここでカバレッジに触れておきますと、アセットクラスのカバレッジという点では、すべてのアセットクラスをカバーしています。株式、上場デリバリー、デリバラブル、FX、レート、クレジットに主に注力してきました。これらの取引業務やこれらのアセットクラスに関連するすべての仲介、取引所、生産、決済、保管、それらに関する規制の手数料、
それらに関する取引税が含まれます。このプラットフォームとサービスはこれらすべてをカバーしています。複数の手数料カテゴリーに対応します。手数料カテゴリー全体、これらの手数料カテゴリーにわたって企業の全体的な支出を精査して、コストベースの統合ビューを提供することで、コストベースの効率化と透明化を推進します。次にオペレーション面ですが、弊社のビジネスオペレーションでは、チェンジマネジメントがかなりの分量を占めます。具体的には、複雑な手数料表やレートカードを解釈し、それらをモデル化して標準的なテンプレートやフォーマットにデジタル化することが可能です。スタティックなセットアップを用いてコントロールを実施できるようにしています。レファレンス情報に何か変更が生じたり、レートカードにスタティックな変更が生じた場合、そのレートカードがパブリックドメインかバイラテラルかを問わず、それらのレートカードを解釈して設定された時間軸でアセット SLA にそうした変更を加えることができます。サービスとしてすべての支出ベースについて日々の T プラス1レポートを提供でき、ティアリング、ディスカウント、ボリューム、そしていつブリーチできるか、何をブリーチするか、ブリーチの基準がどういうものかなど、それらをすべてマネージすることができるのです。遅延があれば徹底的に調査し、それについてのコメンタリーを提供します。そのコストベースについて、なぜ食い違いが生じているのか、オポチュニティが何かなど、透明性をフルに担保できます。もちろん、私どものサービスやプラットフォームはすべて KPI や SLA に基づいて動作します。これはお客様のご要望に基づいて、フルにカスタマイズされます。弊社には標準的な SLA があり、お客様にご案内しています。また弊社は業界の標準的なベストプラクティスを持っており、それらも お客様にご案内します。オペレーションチェンジマネジメントでは、そうしたことを行っています。インボイスの処理やコントロールについてはすでに触れました。請求書に記載された料金や分類を分析し、割り当て、修正を行います。何か食い違いや大きな変更があれば特定できます。受け取るインボイスはフルにデジタル化し、銀行の内部データがある場合は独立した検証を実施します。内部データがなければ、実行レート、ボリューム比較、ボリューム傾向、手数料トレンドを見て、手数料やボリュームの違いを前月比、四半期比、前年比等で分析します。この一連の流れの中で、鍵を握るのが会計コントロールです。配分をマネージし、それらの配分を調整できる透明性のある方法により、どこに支出があるのか、支出がどう配分されているのか、あるビジネスで何がその支出を生んでいるのか等を明確に掘り下げることができ、事業の収益性を測定して P&L レベルでのトレイルを行うことが可能です。コントロールと監査プロセスについては定期的なレビューも行われます。残高のエイジング、請求書のエイジング、請求書が来るはずなのに来ないという請求書のギャップなどのモニタリングを継続します。この運用プロセスコントロールチームによって組み込まれた意義のあるコントロールプロセスが存在します。これらはすべて細かい流度で膨大な量のデータを扱うため、すべてのデータ分析を多角的に捉えることができ、支出やその傾向をボリューム調整した上で把握し、効率を高め、クライアント収益性を促進することができます。あたかも節約のブックオブワークのように振り返り、これらの戦略を適用することによって、オポチュニティを特定できるのです。
そしてオポチュニティや主な KPI、測定値を効率に関連して定量化し、それが帳簿上の P&L に反映されるよう確保します。クライアントへの課金や回収の面、つまり収入側では、その時点で有効な契約に基づいて取引業務をプライシングすること、課金の正確性を担保することが極めて重要です。連絡先マネージメントの枠組みを維持して、請求書が正しく配布され、マネージされ、コントロールされるよう確保します。そうすれば、請求サイクルの中で請求書がコントロールされた形で配布されるようになります。請求に関する問い合わせがあれば、その解決、事案、問い合わせ、紛争のマネージが行われます。お金が入金されると、お金が正しいライン項目、正しい請求書、正しい取引に適用されるように確保します。そして、調整やバランス化を行った上で、元帳に統合します。以上で手数料をマネージするためのサイクルが完了します。最後にメリットを見ておきましょう。私たちの目標は、体系的な交渉を通じて効率を最大化することであり、どうサービスを最適化するか、サービスをより費用対効果の高いものにするには何ができるのかということであり、ティアー化された体系、ディスカウント、キャップ、フローのメリットを最大限に発揮することです。より込み入った体系での交渉ができれば、自社のメリットになるでしょう。ここまで会計コントロール、経費処理について話してきましたが、エンドツーエンドの一気通貫処理、ストレートスループロセッシングを確立すれば、各取引、各ライン項目の単位で、元帳で支出ベースの明確化を促進できます。その支出が取引コストであれ、固定費であれ、計上費であれ、会計処理で全てマネージできるのです。もちろん、込み入った配分の仕組みや、実際のサービス利用状況に応じた配分にも対応しています。アクティビティドリブンと言えます。単にスタティック契約ではないのです。とはいえ、スタティック契約もサポートしています。配分のためにビジネス間で契約を切り分けることもモデリング可能です。そうすれば、企業は情報に基づいてデータをリッチ化した上で意思決定を行うことができ、事業ユニットレベルでの戦略や収益性がサポートされます。また、レート抽出機能を活用する。抽出したレートをもとに必要に応じて顧客にそれをプッシュバックすることも考えられます。サポートやサービス部門全般をコントロールされ、透明性が高く効率的な環境へとトランスフォーメーションできます。ビジネスユニット、アカウント、リージョン、エンティティなど、どんなレベルでも見ることができます。よく目にすることですが、企業では複数の異なるアプリケーションやツールを別々のエリア、別々のビジネスライン、別々のビジネス部門でバラバラに使っていることがあります。同じ課題に対処するのに別々のツールを使っているのです。テクノロジーを一元化して、アーキテクチャをシンプルにすれば、企業の中で大きなテクノロジーの効率化が生まれるはずです。プラットフォームの統合によるテクノロジーアーキテクチャのシンプル化が、プロセスの効率化を促進するということです。それにより、ビジネスの俊敏性、アジャイル性が高まり、
ベンダー間で異なる価格体系で価格契約を締結することが可能になると、より柔軟性が高まります。その際も追加の予算配分やテクノロジー投資はいりません。企業や顧客パートナーは大金を使う必要はなく、銀行の予算を毎年変更しなくてもアップトゥーデートな状態をキープできるのです。業界がそれを牽引し、業界の変革は私どもが牽引する。それが弊社と連携する企業や弊社のパートナーとなる銀行にとってのメリットです。プロセス全体を私たちにお任せいただくということの見返りになります。その他のメリットとしては、銀行のスタッフにより多くのオポチュニティを作って差し上げられるということです。処理について頭を悩ませる代わりに、コントロールに注力でき、オポチュニティや効率化に先進することができるのです。そこで企業は差別化を図れます。コストを削減したり、経常的に繰り返す年間コストを恒久的に除去することができます。それ以降、そのコストが発現することはもはやなくなります。まとめますと、より良い把握と測定をすることが発生したコストの最適化に役立つはずであり、現実的かつ優位なやり方で効率化を促進するオポチュニティが得られるものと考えます。皆様にはご対応中にもかかわらず、最後までご清聴いただき心より御礼申し上げます。以上をもちまして、私からのお話を終わります。ご意見ご質問がありましたら、どうぞお問い合わせください。どうもありがとうございました。